こんにちは、ブルーホースです。今日は心理学なんですけれども、ユーモアセンス診断テストっていうのをやっていきましょう。はい。こっちにね、自分のユーモアセンスって一体どんなものなのか教えろっていうことで、問題って言いますか、設問用意してますので、ぜひですね、紙とペンを用意して、今日の動画見ていただけたらと思います。で、まずちょっとその前提なんですが、そもそもユーモアってどんなものがあるのっていう話から入っていくと、まあ実はですね、人はそのコミュニケーション能力の高い低いとかっていうの関係なしに、誰でも実はユーモアセンスがあるそうなんですね。で、そのユーモアセンスっていうのは人それぞれで、次の4つに分類されます。親和的ユーモア、自己高揚的ユーモア、攻撃的ユーモア、自己卑下的ユーモアっていうこの4つなんですね。で、親和的ユーモアっていうと、まあ場が和むクスッと笑えるもの、ユーモアを提供すると。で、うっちゃんなんちゃんとか、まあ、ロッチなんかが、そのパターンにはまるかな、なんていうふうに言いますよね。人を傷つけないんですよね。はい。うっちゃんなんちゃんの笑う犬の冒険とかなんかは結構こういう笑いが多いんじゃないかなと思います。で、自己高揚的ユーモアに関しては、まあ、ちょっと大げさに表現をすることで笑いを取るものですね。まあ、ハリウッドザコシショーとかね、うーるるるるるとかね、イエーイとかね、サンシャインさんとかね、サンシャイン池崎さんとかね、っていうのが、まあ、それの笑いに当たるかなと思います。はい。で、攻撃的ユーモアっていうと、ブラックユーモアとか、相手を皮肉るようなものですね。僕はこの二組大好きなんですが、ノンスタイルね、もう相方の井上さん、ケチョンケチョンにしますよね、石田さんが。はい。まあ、石田さん自身がそういうキャラかどうかって言ったら、あれは漫才で作ってるキャラだと思うんですけど、で、あと和牛の水田さんとかですね、もう結構その皮肉と言いますか、リズメするような漫才をするじゃないですか。まあ、そんなタイプです。それから、自己卑下的ユーモアに関しては、まあ、自虐ネタですよね。まあ、ヒロシさんとか書けばよかったんですけどね、僕すみません、これ書いてるとき浮かばなかったですね。あとはブラックマヨネーズさんですね。ブラックマヨネーズの吉田さんなんかは自分のブツブツのことをこう自虐ネタで結構言って、小杉さんがそれに対して突っ込むみたいなね、話があったりします。で、ちなみに、攻撃的&自己卑下的ユーモアに関しては、これね、メンタルへの悪影響大きいんで、やりすぎると、周りも嫌がるので、ほどほどにしておいた方がいいと思います。自分も傷つくし、相手も嫌がるっていうね、もうあんまりいいことがないユーモアらしいんですよ。まあ、ある種、ブラックユーモアのセンスが高い人たちっていうのは IQ が高いなんて言われてるんですけど、まあ、コミュニケーションっていう面考えると控えた方がいいかなっていうところですね。じゃあ、親和的ユーモアと自己高揚的ユーモアはどうかっていうと、メンタル強くなるし、異性にモテやすくなるしっていうので、まあ、メリットは大きいので、もしユーモアセンス身につけたいなっていう方がいれば、ここの親和的ユーモアとか、人を傷つけないね、クスッと笑えるユーモアとか、まあ、ちょっと元気になるようなユーモアっていうのをやるといいんじゃないかなと思います。で、大切なのは、ユーモアでその笑いが取れるかどうかっていうことじゃないんですよ。どのセンス使って人とコミュニケーションを取っているかっていうことが大事になりますんで、そこを勘違いしないでいただけたらというふうに思います。ということで、ちょっと前置きが長くなってしまったんですけれども、早速診断テストをやって、ユーモアセンス、皆さんの診断をしていきましょう。てなわけで、診断テストやっていきましょう。今からですね、32個の質問をしていきます。で、それぞれの質問に、1点、ね、全く当てはまらへん。これは、ちゃうわっていうものから7点、うわ、めっちゃわかる。これ私のことやんっていう範囲で、答えてみてください。ではやっていきましょう。あ、ちなみにね、その考え込んでっていう風にしなくていいので、まあ、一問一問のその読んだ後に間は取りますから、数秒ね、5、6秒くらい取りますので、その中で、さっと1番4点、2番5点とかっていう風に書いていっていただけたらと思います。直感で OK です。じゃあやっていきましょう。はい。ででん。1、他の人たちと笑ったり、冗談を言い合ったりすることは少ない。2、気分が落ち込んだ時は、ユーモアで自分を奮い立たせる。3、誰かが犯したミスをからかうことがある。4、必要以上に自分の身を削って他人を笑わせることがある。
他人を笑わせるために努力したことがあまりない。自分はすげえ面白い。6、一人でいる時でも自分のユーモアな側面を見つけて笑うことがある。7、自分の冗談が他人で傷ついたり怒ったことは一度もない。8、家族や友人が笑ってくれると思ったら調子に乗って自分を卑下してしまう。9、自分の面白い体験で他人を笑わせることはほとんどない。10、不安になったり嫌な気分になったらその状況の面白いところを考えて気分転換する。11、冗談を言ったり何か面白いことを言うときに他人がどう受け取るか気にならない。12、他人に好きになってもらうまたは受け入れてもらうために自分の失敗を面白く話すことがある。13、友人とよく冗談を言って笑い合っている。14、人生のユーモアな側面に気づくことで過剰に不安になったり気分が落ち込むのを防ぐ。15、誰かをけなしたり批判するような笑いは嫌いだ。16、自分を下げるような冗談はほとんど言わない。17、人を喜ばせたり冗談を言うのが好きではない。18、一人きりで気分が落ち込んでいるときは何か面白いことを考えて気分を高める。19、面白いことを思いつくとその場にふさわしくない内容でも声に出してしまう。20、何か面白いことを言うときはつい自分を卑下してしまう。21、他人を笑わせるのは楽しい。22、悲しみや不安を感じるとついユーモアを忘れてしまう。23、周囲が他人を嘲笑している時でも自分は絶対その輪に加わらない。24、友人や家族と一緒の時にからかいの対象になることがよくある、いじりの対象ですね。25、友人と冗談を言い合うことはほとんどない。26、あることの面白いことを考えることで何らかの問題を効果的に解決した経験がある。喧嘩とかあった際に面白いことを考えたら解決しちゃったよってことですね。
27。好きでない相手に対してその人をからかったり嘲笑する冗談を言うことがある。28。何か問題を抱えていたり気分が落ち込んでいる時に冗談を言って自分の内面を隠すことがある。自分の本当の気持ちは誰も分かってない。29。他の人と一緒にいるときは特に気の利いたことを言おうとは思わない。30。一人でいるときでも何か笑えるようなことを見つけられるので楽しい気分になるために他の人と話す必要を感じない。31。最高に面白いことを思いついてもそれが他人を傷つける内容なら声には出さない。32。自分の欠点や失敗をいじってもらうのは自分にとって家族や友人を楽しませる手段である。はい、お疲れ様でした。ということでですね、32問ちょっとね、間が早すぎて点数入れれなかったよという方はちょっと巻き戻すなりね、画面を止めるなりして点数つけてもらえたらと思います。ということで早速ですね、採点していきましょう。はい、採点方法はですね、今皆さんに書いていただいた各質問の点数っていうのは合計していってください。で、数字に丸がついている点数っていうのは逆にしてくださいね。だから1点ってつけたらそれが7点だっていうことです。ちょっとややこしいんですが、これを表を見ていただけたらわかると思います。神話的ユーモアは、1、5、9、13、17、21、25、29が加点対象です。で、1、9、17、25、29に関しては、例えば2点とつけたら6点、3点とつけたら4点とつけてくださいね、っていうことです。そして、自己効用的ユーモアは、2、6、10、14、18、22、26、30、22だけ逆に点数をつけてください。そして攻撃的ユーモアは3、7、11、15、19、23、27、31で7、15、23、31は逆に点数をつけてください。そして最後、自己ヒゲ的ユーモアは4、8、12、16、20、24、28、32、16だけね、逆の点数をつけてみてください。はい。で、合計点数が高い順に、あなたのそのユーモアセンスがあるということです。はい。で、そのセンスっていうのを意識して、活かしてみて、自分と周りにたくさんの笑顔を届けていっていただけたら嬉しいです。で、最後に、全然いらない情報を皆さんにお届けします。ブルーホース、僕ですね。は、もうね、攻撃的ユーモアと自己ヒゲ的ユーモアが圧倒的にポイントが高かったです。はい。ねえ、道理でメンタルやばいわけか。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったな、という方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですね、コーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方は、コメント欄、もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。